はい、1月2日になりました、ダウンタイム3日目です。ダウンタイム3日目にもなるとね、髪の毛もめちゃめちゃやしね、ずっと家に引きこもってるんやけど、痛みはどんな感じかっていうと、昨日よりかはマシになった。ガーミン、ちょっと説明したいなと思ってます。今日1月2日は全体的には45やったかな。これどうしてちょっと低いかっていうと、ちゃんと休息が取れてるんだよね。睡眠が取れてて、昨日とかやったらちゃんと寝てるんやけど、全然その休息時間みたいなのが全然取られへんくて、痛くてかな。それに比べて今日は休息時間がちょっとちゃんとあって、まあ、起きてる間はね、なんか痛いのか、まあ、ストレスが結構高まってるんやけど、全体的には昨日よりかはちょっと低くなったかなっていう感じ、数字的には。まあ、とはいえ、その今日は休息時間ほとんど取れてませんって相変わらず注意喚起されてるんで、ちょっと気をつけたいと思うんですけど、昨日の夜はちゃんと深い睡眠が取れて、すごい体が休まってるんやなと思った。手術の翌日とかは寝てるつもりで意識はないんやけど、その睡眠とか取れてなかったんやけど、ちょっとずつ回復してるって感じ、データ的にも。ガーミンこういうつもりで買ったわけじゃないんやけど、こうやって数値化されると結構わかるっていうか、自分の体がめちゃくちゃわかるって感じ。まあ、傷口の方やねんけど、胸はそんなに痛くないの。やっぱ一番痛いのは太ももで、昨日は起き上がるのもしんどいし、移動するのもちょっと中腰みたいな感じで、ほんとおばあちゃんみたいな感じだったんやけど、今日は別に歩くのは全然大丈夫って感じだった。全然いいじゃないか、普通に歩けるって感じ。でもこうやって起き上がるのはちょっと痛いなっていう感じかな。ちょっと傷口見ていきますかね。あ、色は全然落ち着いてるね。もう全然赤くない。この辺はね、柔らかいかな。ちょっとホック外してみるお、なんか意外と色大丈夫っぽくない。傷はこんな感じ。むっちゃ弾力あるんやけど、これすごいでかくない。で、これずっとこんな感じなのかな。大丈夫かな。大丈夫っていうか、このままなんかな、ずっと一生これ。私ちょっとでかくない。まあ、入れてしまったものはしょうがないんでね。ちょっと意外とこのパジャマとか着てたら、そこまでなんていうかな、ボーンって感じじゃないわけ。体型が結構小柄やから、胸だけポンって出ててもそこまで目立たへんのかなと思っちゃう。普段目立たせたくない時ってあるやん。だってさすがに今白のタートルネック着て会社行かれへんわ。前気なりに何も巨乳になってんねんみたいな感じ。ここを触った感覚は、なんか中にやっぱり異物感、やっぱシリコンが入ってる上で触られてるって感じがするかも。なんか私の胸に収まりきってない気すんねんけど、これ収まりきってないんですけどみたいな感じなんですけど、まあいいや。テンション上げて喋っていかんとね、ちょっとやってられへんからね。ダウンタイムはね、明るく気持ちを持ち続けることが大事。明らかにさ、グラフでめっちゃストレス高まってんねんけど、あれ見たら逆にやつへこむわ。うわ、私めっちゃあかんやんみたいな。なんかそこまでアホみたいな大きさではないよね。なんかアホじゃない大きさですかね。綺麗な巨乳って感じだよね。というわけで、ちょっと太ももの傷跡もちょっと見ていきたいと思います。まあ今日もお風呂入らないんですけど、こうやってあげるんですよ。でバーって、はい、太もものね、内出血3日目こんな感じです。まあ、それ全然まだ内出血してるかな。裏側もね、まだ全然こんな感じ。触り心地はなんかちょっとしびれ感はちょっとだけマシになったような気がするかな。ボコボコしてる。ここの出っ張りがすごかったの、お尻の出っ張りが。でもめっちゃ細くなってる。ちゃんと取ってくれたのね、きっと。お、すごいね。この辺の膝あたりのむくみが全然引いてなくて、触ってるけどすっごいまだ硬い、全然硬い。はい、てなわけでダウンタウン3日目の傷を見ていきました。なんか顔もさ、ちょっとむくんでるよな、なんか。なんで？お風呂入ってないからかな。ちょっと疲れてるんかもしれんな。髪の毛もボサボサやし、マジで家で引きこもってる感溢れてると思うんですけど、まあ、ダウンタイムはね、あと1日だけ。明後日から普通に仕事行ってデスクワークせなあかんから、マジでデスクワークでよかったと思った。これは立ち仕事無理やし、歩き仕事とかは無理やと思う。これデスクワーク以外無理じゃないこれ。これね、ユニクロで働いてたことあるんやけど、店舗走り回るとか絶対に無理やから。やっぱね、こういう大掛かりな手術をするときは、もう10日間ぐらいお休みをがっつり取ることはマジで大事。まあ、昨日より痛みは全体的には引いたかなーって思います。うん、ちゃんとパパパパパってこう歩けるしね。ちょっとトレンチ見て、歩けるから。
もうちょっとこの昨日こんな感じだったけど、今日ははい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 みたいな、こんな感じだから、ちょっとだけ強気持ちを強く持ってれば、まあ他人に変な目で見られないような歩き方ができるよっていう感じかな。はい、というわけでね、3日目のダウンタイムレポ終わりです。バイバイ。はい、1月3日のダウンタイム4日目です。で、明日から仕事なんで、まあ、今日が最後のゆっくりした休みになります。とは言っても今日はあの動画をね2本投稿して、ちょっとサムネとかも作ってたから全然休んでなくて、昨日よりなんとストレス値が高かったです。ストレス値が53で、もう75超え、起きてからずっと75超えが結構続いてます。本当にゆっくり今日はマジで休まなあかん。まあ、明日から仕事やから睡眠とかはねちゃんと深く取れてます。あとボディバッテリーっていう機能があって、まあ自分の体力の表す数値やねんけど、バリ低いねん。これ今まで紹介してへんかったからちょっと紹介したくて、まず今日のボディバッテリーが5。やばいねこのボディバッテリー、5って何みたいな。自分ではそのあんま分からへんねんけど、こういう風にさ、前の日曜日は100だったものに対して今5ですよあなたはって感じで数値で出されると怖くなるよね。28、96、まあこれは働いてた日やんな。で29も働いてて81、まあ、結構疲れてきたよね、多分火曜日やから。で30日手術をして、まあ、これ途中までしか測られてないんだけど、まあ、81ですよ。31になると49まで落ちるわけ。1月1日、8。なんと8。急に1桁みたいな。死んじゃう。1月2日は9。全然10代とかいかへんから。やばいと。で、1月3日が今日やね。だから今日はまあ5ですよって感じかな。感情で押し切っちゃうところがあるんやけど、そういうのじゃなくて、ちゃんとゆっくり数値を受け入れて、ゆっくり休むことも大事やなって思いました。うちのレポとしては、30日に手術して、31、1、2、3。で、今4日目やねんけど、やっぱもうちょっとダウンタイムいると思う。ちゃんと休みを長く取った方がいいと思うよ、本当に。これから受ける人は。ちょっとボディバッテリー5で仕事行くのやばいから、もうコロナなっちゃうやんこんなん、まあ、不要不急って言われたら不要不急かもしれんけどみたいな。もう緊急事態宣言とか関係なくマジで家から一歩も出てないわけだから、明日会社行ったら元気なふりせなあかんやん。あ、おはようございます、新年明けましておめでとうございます、よろしくお願いします。ボディバッテリー5でもこれできるから大丈夫やから。やっぱ大切なのは根性です、気合です。このねこう社畜魂がもう染みついてるんですよね、私。さすがに明日から仕事なんでずっとお風呂入ってないんで、今日はシャワーに入ります。はい、お風呂上がりました。超スッキリしました。傷口にシャワーとかかかっても全然大丈夫でした。太ももとかはちょっとやっぱりまだ痺れとかあるかな。胸は、まあ、この辺がすごいちょっとボリュームが、まあ、当たり前やねんけど、すごいボリュームじゃん、やばくない？なんかさ、少年漫画のさエロシーンとかであるような、なんか好きな女の子と偶然お風呂に入らないといけないようなシーンとか出てくるやん。あの昔マガジンでボーイズラブじゃないな、なんかそういうちょっとエロい漫画があったんやって。そう、その女の子みたい。何言っとんねんって感じだけど、まあとりあえずちょっと巨乳こんな感じです。ここがでかくなってますみたいな感じです。まあ、お披露目はこんなぐらいにしてね、太ももの傷口見ていきたいと思います。ここが太ももの、ね、傷口なんですよね。で、まあ、ちょっと遠くから見るとこんな感じです。ちょっと入浴したおかげでちょっと色がマシになったかなっていう感じかな。肌とかもやっぱりまだ全然残ってます。膝から下がすっごい太くなってる。こんな太くなかったけど、固定具やねんけど、こんな感じです。なんかね、すごいメッシュ感があって風通しがいいっていうか、汗ばまないって感じかな。前ホックで留めてマジックテープで留めるっていう構造になってます。このタオルいいでしょ。ちょっとじゃあつけていきたいと思います。こっちが表で、なるべくこの固定具は長時間つけておいた方がよくいいらしくて、抜歯までは絶対つけるんやけど、その抜歯からもうまくつけられへんな。器用な人めっちゃ羨ましいんだけど。私脱衣所に最近さファンヒーター買ってんやんか。まこなり社長が動画で言ってて、あのめっちゃ正解。これ買ってなかったらマジでこの動画撮られへんかったから、ね、この固定具は大事なんでね、うん、しっかりつけておきますと。大きすぎひん、大丈夫？
大きすぎるよって言われてるんやけどまあいいや。あと次ガードル履いていきます。全体的にはこんな感じになってます。両サイドにホックがあります。ホックを止めてファスナーをガーって上げて締めるんやけど、めっちゃ一生懸命説明してたけど、裏やったわ。これもそのバッシュの跡だけじゃなくて、ずっとそのバッシュ後も1ヶ月ぐらいはつけておいた方がいいよっていうのは他の人が言ってたから、なるべくつけようかなと思ってるんだけど、まあ、ここ真ん中空いてるんだよね、一応お手洗いができるように。でも私は下ろしてます、だって1ヶ月つけるからでこれを直接履いて、でショーツは履くって感じかな。ちょっと履きます。本当に表と裏が分かりにくいんだけど、これからちょっと文句やな。ごめん、やっぱ表と裏逆やった。こっちのやつが多分後ろやねんな、こういう風にタグついてるやつ。むくんだ足にね、ガードルを履いていくんですよ。痛い、ガードルを履くのはめちゃくちゃ痛い。まあ、多分痛みとかも徐々になくなっていくんやと思うよね。はい、ガードルもですね履いてね、髪の毛もドライヤーで乾かしてすっきりしました。お気に入りのねジェラピケのパジャマを着ました。このパジャマ巨乳できたらめちゃくちゃ似合うくない？わかる？このエロさ。ちょっとは1ボタンを外すと、まあ、こっちババシャツ履いてんねんけど、まあ、でババシャツ着てなかったらこんな感じなんやって。わかる？これエロくない？このジェラピケを巨乳で着ることが私の夢だったわけで、それ夢が一つ叶いましたね。ちょっと横にガーミンついてんのがねちょっとダサいんやけど、でも私もうガーミンと私共に眠り共に生きるってことを決めたから、私はね管理してくれてるから、もうガーミンの言うことを従おうかなと思ってます。今日はゆっくり寝て明日の仕事始めに、備えたいと思います。ガウンとか羽織っちゃったらめっちゃ可愛くない？わーい。もうこう巨乳でこのエロいジェラピケのパジャマを着て寝るっていうね、ゆっくり寝ます。はい、おやすみなさい。バイバイ。1月4日ダウンタイム5日目です。今日は会社だったので、仕事に行ってきました。でだからテンションなんかちょっと低いんだけど、帰ってきたんが8時ぐらいやったんやんか。今日一日中ずっと太ももとかめっちゃくちゃ痛かったの。なんか体感では昨日より痛いなって思ったかな。外寒いやんか。であと階段とかフロアとかも結構移動せなあかんから、もう痛くてたまらんかった。お手洗い行くのも家のお手洗い行くより全然遠いから、行ったーみたいな、もう結構早めにお手洗い行かなあかんから、それも結構嫌やったな。もうとにかく足が痛かった。胸は太ももの痛さに比べたらそんなに気にならへんかなっていう感じかな。胸の膨らみがあんまり目立たんように、なんかちょっとダボっとした服着てたしな。通勤服こんな感じです。地味にやってます。で今日生理になっちゃったの。だからなんか多分それもあって、なんかすっごいもう体調めちゃくちゃ悪かったの。もう全身全てが痛い。お腹も痛いし、太ももも痛いし、胸も痛いし、全て頭痛もしてくるし、もう就業ふかふかみたいな感じで、ムリ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 って感じだったから、まあとはいえ、仕事はやってきました、ちゃんと。はい。もうできればうちは明日から在宅勤務がいいなって思ってんねんけど、今私がやってるプロジェクトがちょっと在宅勤務がちょっと無理かなっていう感じなんで、ちょっとできないですね。はい。でも、ちゃんとね、ガーミンでは、うちは今日はすっごい太もも痛いなーって、ずーっと太もも痛いって思ってたし、体調もめちゃくちゃ悪いなーって思ってんけど、ガーミンのグラフは昨日よりいい感じで上がってるんですよ。今日はストレスレベルは39です。だからそんなに高くない。うん。だからもうあとお風呂入って寝るだけやから、いいかなって思ってます。ボディバッテリーも回復しつつあるんよ。ちゃんと13あるから。めっちゃ低いからこれ。でも、そう、手術の翌日とか5とかやったから、本当に。隣の先輩、ボディバッテリーいくつですかって聞いてんけど、俺70ぐらいかなって言ったから、やっぱ70、80が普通っぽいわ。だって私も最初80ぐらいやったもん。だから、やっぱもっと高く回復させなあかんけど、まぁ、ちょっとずつね、回復してるんかなって思う。とにかく今日は辛かった、私。仕事が辛いとかじゃなくて、本当に足が痛かってん。ずーっと痛かった。今も痛いもん。家にいるよりかは結構ストレスを感じたんで、やっぱダウンタイムは会社とかに勤めてる人はもう少し長めに取れるような時にやった方がいいと思う。じゃあお風呂入ってもう寝たいと思います。足のちょっと変化だけ記憶しておきたいなと思います。太ももとかはここがやっぱり相変わらずむくみがひどくて、
でも変わったのはここの顎が多分下に降りてきてもうすっごい太くなってきた。こんな足じゃないんですけど多分下に麻酔液がねどんどん落ちていってるんだと思います。はい、これが今週末抜しに行くやつですね。はい、足全体的にはこんな感じです。この辺の結構内出血がやばいですね。こういう感じに内出血が出てくる。ここすごいよ。We'll be right back.